米屋と酒屋をしてたんで、当時はもうか、統制になってたんで、母は家にいました。で、私は家の中でお米屋だったから、こう板張りが広かったんで、裏のお子さんと一緒に遊んでたんですね。母がなんか飛行機の音が変だと、急いで防空壕に行きなさいと、道一つ離れたとこでしたので、すぐその2人で走って防空壕に行ったんですね。そのお昼前ですから、じゃがいもをご飯の代わりに蒸してたんだそうです。で、母はその、かまどの火を消しに行ってるんです。それで遅れてきまして、防空壕の入り口で火傷してるんです。なんかでも真っ暗になったような気がいたしました。たら母が、これもなんかもうなんかいいような格好で入ってきまして、そのおばあちゃんを探しに行くから、あんたたちここにいなさいと、絶対動いたらいかんと。町内の残ってたおばあさんとその火を消そうとかかったみたいですね。軒先から燃え出したと申しておりました。でも手がつけられないし、その母の祖母のことですね、心配だから探して回ったんだそうです。戻ってきたら、その防空壕の蓋が火が噴き出してたから、もうこれはダメと。その稲佐小の裏門の方を通ると近いんですけど、もうその校舎が倒れて通れないと、危ないと、火が回ってるみたいだから、だから大通りの方を行ったように覚えてるんです。私も地面を見た覚えがなんかかすかにあるんですが、もうなんかガラスとか木とかいっぱい落ちてまして、母がやけどをしなかった方の手で私を引っ張って連れて行ったんだそうです。左手ですね、こういうふうに伏せたみたいですね、例の、教えられた通り。で、防空頭巾のおかげで手の先は良かったんですが、ここがやっぱりむき出しになったですね。それからこれは母の話ですが、そのもんぺのこうゴムのところ、そこは焼けてないんです。で、その他のところがもうすごい火傷だったんです。もうかわいそうだから、足も両方ともですね。でもその時はジンジンするくらいで、全然わからんかったと申しておりました。で、ただ靴も抜けてたんで、何を拾ったって言ったかな、ゲタって言ったかなんか覚えてないんですけど、履物を拾って履いたそうですが、水ぶくれがこう破れてずるずる抜けちゃうんだそうです。で、なんかで縛ったって言ったように覚えています。途中で飛行機が何回も来たんですよ。だから物陰に隠れながら、で、ただ鮮明に覚えてて不謹慎だなと思いつつも、ガス会社のガスタンクがあそこに、八千代町のところにありましたから、あれが爆発すると少し綺麗なんです。何回も火を吹いたのを綺麗だなと思いながら、いや、こんな時に思っちゃいかんとか思ったように覚えてますが、それからあと途中で引っ越しに住む方がお水をなんか桶に入れて飲ましてくださったんですね。私はたくさん飲んだ記憶があるんですが、母はあんたを放りのけて私が自分から飲んだという、もうなんかあんな時は情けなかったって、そういうふうに申しておりました。私中学校に入る時にちらっとそういうことを話しました。人間って怖かねえとか言って 母性はなくなるとか 言ってました。で、そんなった時に一つ覚えてるのが、ちょっと後ろ向いたら、私たちの後ろから、私から見たら大きく見えましたけど、多分小学生でしょうね、お姉ちゃんと弟さん、お姉ちゃんが手を引きました。で、お姉ちゃんの顔が片目が潰れてました。これは怖かったんで覚えています。で、その子たちも一緒に来たんですね、母と私の後ろを。でもなんかまた飛行機が来た時に、その崖みたいなとこをこう降りたんですけど、その後はもう分かりませんでした。跡地をお借りして、掘立小屋を建てまして、そこにいろんなものを
入れてたみたいですね。でそこに落ち着いたんですね。で母はもうその後はもう動けなかったと言っておりました。で私はですねお腹が空いて覚えてます。そしたら祖父がいつの間にか来てまして、祖父がその野いちごをいっぱいこうツワの葉によく見つけたなと思いますが、なんかそういうものいちごかとにかくなんか野のものでしょうね、摘んできてこれを食べとけと言った覚えがなんかさもしいですがそういうところですね。親戚が稲林や新大区にありましたので、おばが迎えに来てくれたみたいですね。ここに置いたらいかんと思ったんでしょうね。で歩いてずっと稲林小学校のもう真横のお家だったんですが、そこにずっといたので怖いところはそのおばの家に行く道中ですね、馬が死んでもくれてもかわいそうだなと思ったの、これだけは鮮明に覚えてます。はい、もう母は絶対負けるそんなけやけどしててもですね。そしたらその記者がね白旗を立てて取ったと、それ見たかどうかわからないんですね。そういう話があってもう母はもう煮えくり返ったとか言っておりましたけど、ご近所にお菓子屋さんがありまして、とても恋にしてるお菓子屋さんがあって、そこの方たちはあの島原の方でしたね、疎開してらっしゃるんですね。でその方たちがおじさんが馬の油を持ってわざわざ来てくださったと、まあすっごい感謝してました。それでそれを塗ったんじゃないんでしょうかね。父の兄弟たちが小浜に住んでおりましたので船を仕立てまして、船で阿波まで連れに来てくれてたんですね。オバマに行って初めてその病院で本格的にしていただいたんだろうと思いますが、母がもう80代になってからあの時はねっていう、私もあんまり母に聞かなかったんですね、きつかったろうと思ってなんか聞きたくないような、ね、自分から言ったのがその病院の入り口に降ろされましたでしょ、戸板に乗せて、そしたら人が、あもうこの人もあちらの言葉で死なすばいってこういう目で見とんなすたとかね、腹が立ってさとか言ったの覚えてますね。80過ぎて私も長生きしたねって言いながらそういう話したんですよ、はい、長崎は必ず平和教育発展教育しますよね、それとか1年に1回必ずそこに連れてきますが、要素はないんですね。だからやっぱりもっと広げるっていうか、そして総理大臣は絶対広島長崎に来るべきだと、政治家ですね研修に来てくださいじゃなくて来いって言いたいです、はっきり言いましてはい、私が授業で教えたお子さんが何回も必ず先生来ますとか言ってくれるんですね。そうするとあやっぱりこういう子が一人でもいたんだと、何人かそんなお子さんがいらっしゃるんですよ。やっぱりすごい嬉しくって、やっぱり言わなきゃダメなんだと黙ってちゃったそういうふうにすごい変わってまいりました。だから逆に皆さんから頂戴しているということですね、はい。